はい、どうも皆さんこんにちは、なつきです。今回もリスナーさんのオープンブロック島遊びに行ってきたので、皆さんに紹介していきたいと思います。皆さんいつもクリエイターサポートありがとうございます。よかったらアイテムショップから NATSUKI クリエイターサポートよろしくお願いします。他にもね、僕もオープンブロック作っています。過去作品のまとめこちらですね。よかったら遊びに行って、こちらの遊びに行った時にもクリエイターサポートできるんで、よかったらよろしくお願いします。はい、ということで、まだまだ作品募集していますので、ぜひ概要欄に貼ってある応募用の動画を見て、該当する方は、僕のツイッターの方に、応募作品送ってください。皆さんの応募をお待ちしております。それではどうぞ。はい、ということで今回は慶福の島にやってきました。ミセスグリーンアップルの、ね、メドレーを作ってくれたみたいです。収録曲スタート、君と夏、僕のことインフェルノ、チアーズかな読み方。これね、インフェルノはね、あの永遠の消防隊でね、みんな知ってると思うんですけどね、他にもミセスのね曲たくさんありますね。ミセスファンにはたまらないね、メドレーになってるんじゃないでしょうか。ということで、早速演奏しに行きましょう。こっちかな、この多分ボタンを押したらスタートだね。よし、じゃあ行きます。バグって始まらない時をまた2度目を、あれこれいいんだよね。じゃあ行きます。いやーすごかったね。いや、ミセスの曲、実は僕もね、あのインフェルノしか知らないかなと思ったんだけど、曲名知らなかっただけでね、全然聞いたことある曲ばっかでしたね。いやー、しかもね、歌詞が出てくるからすごいね、聞いてて楽しかったです。いや、めっちゃ感動する曲たくさんやね、ミセスの曲って。いや、すごい。
ケイフ君最後までありがとうございました。いやよかった。はい、ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はミセスグリーンアップルの曲5曲をメドレーでね、紹介していきました。インフェルノだけじゃなくてね、青と夏とかすごいね有名な曲たくさんで、とても楽しかったです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。